さあ、日の広場へようこそ、日野と。ティスです。We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! もうその時期か。さあ、もうそんな時期でございます。さあ、皆様、街もワクワクしてきましたね。にぎわってきて、クリスマスがやってまいりました。さあ、今回ですね、日の広場では、皆様にクリスマスプレゼントを届けたいと考えておりまして、ただですね、いつもデュエルマスターズのカードだけで、まあ、なんて言うんだろう。デュエルマスターズに、まあ、興味はあるけど、デュエルマスターズしてないよ。だから、まあ、プレゼントもらっても困るよって方とか、もしくは、まあ、このチャンネルを見るの初めてだよ。デュエルマやったことねえよ。やる気ねえよって方にも、まあ、喜んでもらえるようなですね、プレゼントを、今回ご用意させていただきました。はい。今回ですね、なんと、iTunes カード、オア、アマギフ、アマゾンギフトですね。アマゾンギフトカード、オア、Google プレイカード。こちらのですね、3種類から1枚選んでいただいて、10名様にプレゼントしたいと思います。まあ、ただ合計じゃない、1枚あたり、1500円。1500円。まあ、こちらのものを、ですね、10名様にですね、プレゼントしたいと思います。すごい。すごい。まあ、これはね、多分、デュエルマスターズ、やってない人でも嬉しいと思う、正直。これは嬉しいでしょ。本当に嬉しい。いや、これだってさ、いや、なんでこれにしようかなって思ったとこなんですけど、デュエルマプレイスっていうですね、そうだね、ゲームが出たんですよ。始まったね。まあ、デュエルマスターズをやったことない方も、デュエルマスターズって言葉は聞いたことあるかもしれないんですね、で、それの昔のカード、最初から出た頃のね、2002年くらいかな、に出たカードとか、まあ、昔の雰囲気を味わえるアプリケーションがですね、最近リリースされまして、まあ、それに結構私課金しちゃってるんですけど、それに課金してもらってもいいよっていうところで、そうだね。今回、こちらのですね、カード3種類の中から、まあ、1枚選んでいただくような形になります。私そんなことやらないよって方は、アマギフとか取ってもらっても全然問題ないです。とりあえず、まあ、自分の欲しいもので。はい。まあ、そうですね。はい。で、簡単な、まあ、応募方法からお話ししたいんですけど、まあ、この動画が出ている、1週間後が締め切り期限となります。はい、1週間後の、23時59分59秒まで23時59分59秒 Yes までとなっております。他のお申し込み方法なんですけど、このチャンネルを登録していただくことがまず1点、はい、はい、で2点目として、この動画のコメント欄に欲しいカードと、まあ、何に使うっていうふうに書いてもらうのと、Twitter の ID、この3点を記入してコメントを残しておいてください。なるほど。はい。で、まあ、当選者には後日、Twitter のダイレクトメールにて、発表させていただきます。もちろん、日の広場の公式アカウントでも、当選者の発表はございますので、まあ、そちらは随時チェックしていただいても構いません。なるほど。はい。というところになってます。で、今回ですね。実は、これで終わりではないでしょう。実は、これで終わりではないんです。まさかのびっくりというところでですね、今回は、一番初めに、はい、このチャンネルを開設した時に、はい、チャンネル登録者数が500人いったらプレゼントするよって、500人だっけ、400じゃないかな、400かな、にプレゼントするよって言ったのが、まあ、ギリギリ届かなくて、そうだね、そう、本当に惜しかった。で、ただ今回は今現在大体450人くらいかな、チャンネル登録者数がいます。で、見事チャンネル登録者数が500人に到達したら、こちらのトリプルS侵略デッドディザスター、こちらを1名様にさらに追加でプレゼントしたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。で、これは正直、この3つより価値があるものです。まあ、トータル的にはね、まあ、デュエルマスターズをやってる方はもちろんご存知だと思います。先にデュエルマスターズをやってる方に説明だけすると、この中に、まあ、デッドゾーンとかデッドダムと、ギャリベーター、ワルスラー、シャッフ、ブラックサイコ、ザベルデ、ベラドンナ、デドダム、クロック、スパイナー、テックダン、などなど、まあ、本当に使われてるカード。まあ、特にデドダムが今、超高い。こいつだよね、今は。本当に高い。まあ、皆さん、メルカリ今チェックしてください。めちゃくちゃ高いです、これ。デドダムがね、本当に。もう今だったら、これで来たらデドダムだよ、本当にデドダムが強い。VVA とか電動に行ったのにっていう感じだよね。いやー、でもよく高騰するわ。ダムド強いからね、普通に。本当にね。はい。まあ、というところまでが、デュエルマスターズをやってる方への説明ですね。うん、で、デュエルマスターズ初めて引くよとか、
まあ、デュエルマスターズ長らくやってなくて分かんないよって方にも伝わるようにすると、はい、まあ、正直最低価格としてこれ2枚分の価値あるんですよ。そうだね、はい、まあ、この1500円当たるより嬉しいです。まあ、このままメルカリ出品してもらったら大体まあ4000円以上では確実に売れるので、まあ、売ってもらっても大丈夫です、もちろん、うん、まあ、ただまあ開けてもらって、まあ、それで初めてまあデュエルマスターズ触ってもらってももちろん大丈夫ですね、はい、というところでですね、まあ、個人的には本当に500人に年内に到達したい、そんな気持ちでいます。到達したいね、先輩。本当にお願いします。皆さんの力が必要です。お願いします。まあ、どうせ、まあ、500人到達しなかったらまたこれは後日別のね何かで持ち越しという形になってしまいますので、うん、みんなの力で見事なんとか500人に到達してほしいなと思っております。はい、はい、というところでプレゼント内容については以上となっております。はい、はい、で今回これが、まあ、あの日の広場から皆さんに、まあ、還元させていただくクリスマスプレゼントとなります。本当に、まあ、これ多分届く頃にはもしかしたら正月超えちゃってるかな、ちょっと分かんないんですけど、ちょっと発送が遅くなるかもしれないけど、うん、ただ、まあ、お年玉だと思ってもらってももちろん大丈夫ですし、まあ、遅めのクリスマスプレゼントが来たと、まあ、それで課金していろんなゲームやってください。 Amazon ギフトカード欲しい方は、はい、もうそれで美味しいもの食べてください。何でも大丈夫です。本当にたくさんのご応募お待ちしてますので、ぜひぜひどん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 コメント残しておいてください、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。良いクリスマスを。